ワシントンで2日間にわたって行われた日米貿易協議の初会合が終了しアメリカ側は輸出拡大を狙っている農業分野に強い関心を示しました。協議議では農産品品や自動車などの物品について議論し、アメリカ側が 対日貿易赤字の削減の必要性に触れた上で輸出拡大を狙っている農業分野への関心を示したということです農業分野では関税の引き下げ幅について TPP の水準を最大限とすることで一致しておりもう一つの懸案である自動車について協議の継続中はアメリカは追加の関税を課さないことを確認したということです次の協議は早ければ来週にも ワシントンで開かれる予定です。